前半の内容を見てからこの動画を見るとより理解できます。ブライトンとマンチェスターシティとの一戦、1点ビハインドで折り返す後半戦、縦に速い攻撃を展開していたブライトン、後半は26番アヤリを変え20番のバレバを投入、そして自陣攻撃時選手をワイドに広げサイドを使いながら相手の意識を外に向けさせ中央のアクセスを図る。中央が通れば逆サイドに展開し左サイドで仕掛けを行うブライトン。このデータを見てほしい。この試合における攻撃が主にどこで行われたか表したものだ。各エリア3割と平均的に攻撃を展開したシティに対し、ブライトンは左サイドに4割の攻撃配分を振っている。つまりこの試合の勝利の鍵を握るのは三笘がいる左サイドに集約された。そんな中、56分にブライトンにアクシデントが起こる。中盤で攻撃のタクトをフルーヒンシェルウッドが怪我で交代を余儀なくされた。代わりに投入されたのが今季プレミアリーグ初出場のオライリ。このデンマーク代表のミッドフィルダーの役割は間で顔を出しながら相手ラインのコントロールと味方のスペースの創出である。そこから徐々にペースをつかみ主導権を握るブライトンだったが、なかなかゴールが取れない。それもそのはず、シティはギュンドアンからベルナウド・シウバー、サビーニョに代えてデブライネを投入し、ワイドから中央の守備をより俊敏に動ける用心形を敷く。そこでさらにブライトンが動く。65分ニラタに代えジョアン・ペドロを投入。このブラジル人フォワードを入れることでよりゴールの決定力を上げた。この采配が功を奏す。77分、ディフェンス陣とバレバでワイド、中央とプレスの緩和を図りながらパスワークをするブライトン。さらにフォワード、ウィング、インサイドハーフが相手のディフェンスラインに侵入するポジショニングを実行し、一気にセンターバックから三笘へ、三笘からのクロスの混戦からジョアン・ペドロが同点ゴールを決める。その6分後、ブライトンに決定機。右で作りながら左サイドで優位性を上げるブライトン。このアップダウンに苦しめられるシティに中央にスペースが、その隙をバレバが見逃さず、ウェルベックに縦パス。その縦パスをジョアン・ペドロに落とし斜めから抜け出したオライリーへ。オライリーがキーパーとの1対1を制し決勝点を決め、2対1でブライトンが勝利を収めた。この試合のポイントとして、シティのポゼッションに対しインテンシティ高く守備をできたこと、そして無駄なボールロストをなくし相手を動かしながら侵入できたことだと、指揮官も選手たちを称賛した。負けを喫したシティ、怪我人が多い中で彼らが帰ってくればベストに戻ることを祈りつつ、この状況から早く脱出する必要があるとの見解を示したペップ・グアルディオラ監督。とにかく代表ウィーク前の最後の試合でエキサイティングなゲームになったことは間違いない。どのような変化が起こるのか、これからも両者の動向が楽しみだ。ご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでもサッカー戦術への理解を深めるお役に立てたなら嬉しいです。ぜひ、いいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。